ボツワナの首都ハボローネの中心部にある三首長の像は、ツワナ人の三部族、バマングワト族、バクウエナ族、バングワケツ族それぞれのクゴシーであったカーマ三世、シェベレ一世、バトエン一世の銅像である。焦点授与式やミスコンテストのような催し物がこのモニュメントの前で行われている。2007年1月から8月までに行われた 調査によると、このモーニュメントは、ハボローネを訪れた観光客が最もよく訪れた場所であった。それぞれの高さ5.4メートル、堂々たる外観のブロンズ製の銅像である。モデルとなっている3人の人物は、ツアナ人の三部族、バマグワト族、バクウエナ族、バングワケチェ族それぞれのクゴシーであった、カーマ3世、シェベレ1世、バトエウ1世である。 三人のディークゴシーは1895年、大英帝国ロンドンにベチュアナランドを代表する外交施設として赴き、自分たちの国が南ローデシアに編入されないよう、また、セシル・ローズのイギリス南アフリカ会社にベチュアナランドを支配させないよう、植民地大臣、ジョセフ・チェンバレン及び女王・ビクトリアと交渉した。彼らの願いが聞き入れられ、ベチュアナランドは、 イギリスの保護国となったため、隣接する白人の人種差別主義的、植民地体制に組み入れられることなく、将来の独立につながった。三人の主張の像は、こうした彼らの1895年の放映の功績を称える目的で建造が計画された。三主張の像の建造には、総額10.5ミリオン、ボツワナプラがかかり、内訳は、デザイン費が7.5ミリオンプラ。 造形費が3ミリオンプラであった。建造を実施したのは北朝鮮の国営企業万ュ大海外開発会社である。国連安全保障理事会が2017年に公表した年次報告書によると北朝鮮はアフリカ諸国の銅像政策を受け負うことで年間数千万ドルの外貨を獲得している。アフリカの銅像政策は2000年以降の北朝鮮の そういう質学の25%を占める。見上げる位置から撮影。高さはそれぞれ5.4メートルである。ハボローネには初代大統領セレツェ・カーマの銅像が1986年に建てられたが、生前の姿に全く似ていないと非難する声もあった。その息子イアン・カーマが第四代大統領に就任する直前、その銅像は国会議事堂と 相対する場所に移設された。人民と向き合うという象徴的な意義を持たせた移設であった。2005年に作られた三市町の像も論争と無縁というわけにはいかず、入札の最低方法をめぐって一文弱が起き、入札が北朝鮮企業に決定すると地元の彫刻家数人が失望を表明した。入札の経緯はともかくボツワナの全国史、 梅日の記者の意見によると、万寿大創作者は質の高い仕事をしており、銅像は三主長の顔立ちによく似せているという。ボツワナ独立39周年目の独立記念日を翌日に控えた2005年9月29日に、当時のフェスタスモハエ大統領によって公開された。除幕式は10月3日にも要された。除幕された頃は、1日あたり800人が三主長の、 像を訪れる人気であった。独立記念日前後には、勲章などの授与式などがこのモニュメントの前で行われている。2008年の独立記念の一連の式典においては、ミスインディペンデントボツワナを決める野外コンテストも3、主張の像の前で行われた。2007年1月から8月までに行われた調査によると、このモニュメントは、 ハボローネを訪れた観光客が最もよく訪れた場所であり、その内訳は79%が国内から8%が南アフリカ共和国からその他がジンバブエやアメリカ、中国、ケニアなどとなっている。入札の経緯が不透明であることのほかに、三首長の像の混流自体を問題視する視座もある。 ボツワナ国民の民族構成は、ツワナ人とされる人々が79%の多数派を形成し、カランガ人などのマイノリティが、残りの21%を占める。混流当初、ボツワナのマイノリティの中には、三主張の像の混流により、ツワナ人こそがこの国の支配者だというプロパガンダが、またもや繰り返されたと主張した者もいた。ありがとうございます。